今度は逃がすなよ。小さい？ちなみにさっき150メートル全部出されて、船で追いかけて、あと10メートルのところを逃がしてしまいました、藤田君は。これちゃんと言っとかないとさ、あの感動的な出来事の140メートル回収の後に逃げられたっていうさ。これで寝掛かりだったら取ってくんだよ、その時は自分で潜って寝掛かりかななんていうぐらい、なんだ、メダルジグで寝掛かりする。ギギュンっていかないね。もしかして YouTube 公開寝掛かり潜水外し。ああ、藤田君潜る羽目になるでしょうか。水深は10メートル。水深10メートル、いけないことないな。行ってこい。さっきはグリ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 持ってかれたもん。すいません、これ硬いですね。もうこんなみっともない画像は消します。船引っ張っちゃってますよ。船引っ張ってる。バカでしょ。バカでしょ。船引っ張ってるよ。ダメだな。足立会長、間持ちあげました。イエーイ、しおりの弁を。超嬉しい。初間持ち、初間持ち。初ではないけど、こんな高いの初や。やりました。餌は、餌はキス。
キス。キス。あ、あのちょっと大きめのあのキス。そう。あらまあ。なんかこのドヤ顔、このドヤ顔、おめでとうございました。長さの竿、それ来てんじゃない、違うのかな、白い竿。まあね、あの孫ち釣った人の横でキスで喜ぶわけにいかないよね。まあね。人が釣って喜んでる、餌じゃって、餌じゃん。うん、落としてやる。行ってこい。